ちは。こんにちは。大変な仕事が待ってんだよ、オフに。あれ？まだあるんですか？まだ。ん？日本シリーズが終わって、はい、それあと本番を迎えるという。お？プレミア12という、ね、世界大会があるわけ。それのコーチだわ。稲葉監督、金子ヘッドだ。はい。立山投手、コーチ。はい。村田、バッテリーコーチ、ね。はい。で、岩ちゃんが守備走塁、内野守備走塁、はい、うん、これサードコーチも立たないの？は、清水さんが大丈夫、大丈夫だと思います。もうコーチ歴が長い歴が長いからうまいっていうことじゃないしね。いや、上手です本当。はい、なんかちゃんと思い切って喋んなそんな感じね。このさ、人選なんだけどさ、はい、やっぱりこの60人ぐらいに対してオファー出してるんだって、最初に120人だっけ。それはもうその前の段階ですね。前の段階で全日本に選ばれた時に参加しますか、しない、しませんかっていうアンケート取るんでしょ。そうですね、まあ、あとは60人は田植さんも、ね、ジャパンやられたことあると思うんですけど、ロースターで、うん、選んで、選んでますね、うん、はい。で、断りのやつもいるわけよね、中に。まあ、そこから怪我したりとか、あ、怪我したり、まあ、あとね、状態が思うよりこう、良くなってこないって言ったところでは、断りもありましたよね。でも確かになんであの選手が入ってないんだろうって思いますよね。それはあるある。まあ、まあ、確かにこう、発表してないけど故障があったりだとかさ、それを隠してやってたりだとか、はい、いろいろする選手がいるんだけど、この全日本を発表されたときに、なんか物足りないなっていう印象は俺はあったのね。はい。イバちゃんの中で、100% 満足だっていうのから比べると、何パーセント？言いづらい。これは言いづらいですよね。そうか。ほら、そうそう、これからほら、まあまあ、だけどチームでやるから。このな。だからベストではないと思うんだよ。ベストですね。これが、まあ、すごい投手とかね、まあ、現状で言えばベストだよね。現状で言ったらベストですね。これしか選べなかったわけ、はい、まあ、ベストと思って戦うしかないよね、はい、でも例えば菅野が入ってません、はい、とか、はい、まあ、いろんな漏れてる選手っていうか、まあ、はい、怪我で漏れてる選手とかもいるじゃない、はい、それを差し引いたら何パーセント。でも90以上あるんじゃないですか。これから戦うコーチですから。そうだな。そうです、まあ、そう思って戦わないとな。 25% ぐらいあるんじゃないですか。高い、なるほどね、うん、はい。湯坂さんだったらもしこれを見てどう思いますか。じゃあ例えば、いや全然物足りない、湯坂さん的に物足りない、うんうん、それは出る出ないは別として、はい、それはもう全然物足りない、うん、ピッチャーなんか遠くに、ま、俺丸が入らないっていうのはおかしいな。いろいろ今いろいろあるわな。いろいろある、そう分かってるんだよ、分かってるけど、うんうん、俺だったらキャッチャーの人選も違う、内野手の人選も多少違う、うん、外野手は外野手も違う、全部違う、全部違う。いや俺は、うんうん、別にもう責任がないし、うんうんうん、見てる側、見てる側ね。喋りにくいな。だいぶ喋りにくいですね。けどまあね、今現状で言ったらまあベストかなとは、まあ、ベストなんね、はい、思いますけど。なるほどね。まあ、高木さんがやってる時の、うん、まああのメンバーの中に僕が入ってなかったっていうのはベストじゃなかったのかなっていう。あれはね、いろいろあるんだよ。でも予選入ってるよな。予選入ってユーティリティをやってくれたんだよ。だって今の最後ファースト守らしたもん。えなあ、えファーストだったんですか。いや、その時小笠原だったの。あ、はいはい、で勝ってて、はい、やっぱ守備固めがいるから、うん、今田ちょっとファーストの練習やっといてくれって言ったり、もう取るだけだったらさ、あとはシステムが頭に組み込まれてるかどうかだけの話だから、だからもう取るだけだったらもう超一流だから、はい、だからファーストだけはちょっと練習しといてくれっつって、もう便利な選手だったよ。どこでもやれるだもん。いやだから最後 DH ですからね。いやだって DH 和田さんとか
和田さんが行ったりとか、いろん な, なんかそういう人が行ってて、はい、最後に DH って言われて、えっつって。いやいや、使い勝手がいい。いや、だってよ、せめて、まあね、じゃあ誰か他の人 DH して、僕どっか守らせてくれとか思いながらも、DH いいんですかみたいな。DH。どこでも、何でもできるってことですよ、ね。ドラえもんみたいなやつ。ドラえもん、何でもポケット。いや、でも、アテネ行った時にさ、はい、木村拓哉っていう、はい、ちょっと亡くなったね、はい、選手がいて、はい、その時にね、足裏もも裏をちょっと肉離れをしたわけ、軽い、うん、でもうこれ一人でもいなきゃいけないということで井端をオファーした。そうなんです、ね、変えようっつって、はい、で井端だったら内野も内野のどこでもできるし、はい、まあ木村っていうのも木村拓哉っていうのも内外野できてたんだけどさ、はい、オファー出して、はい、いやもう選手一人かけたらめちゃくちゃ痛いから、うん、どこでもできるって言ったら誰だって言うから井端です、うん、電話してくださいって言ったらダメですって断られました。いや僕ダメ僕に入ってきてないんで僕は断ってないですね。ということはいやいや監督が断って当時の、うんうん、やっぱペナント争ってるし、もう大切な選手だから何かあったら、うん、いやそしたら他にいるかって言ったらもういらないって言ったの。あじゃあもう木村拓哉直そうって全力で直す。だったんです。でもこれオリンピックに向けてのそうですねテストケースだからどんな戦い方したいの。やっぱりオリンピックだとまたここから人数減るので、うん、やっぱそういうのも踏まえてやっていかないといけないですし。どういうとこ見たい選手も。いや特にピッチャーじゃないですかね。ピッチャーか、はい、うん、まあ、野手はなかなかね、うん、変えるっていうことはオリンピック行ったらまた人数減るって、うん、でもその時の調子もあるしな。そうなんですね、シーズン入ってのな、はい、だからピッチャーで言ったらこう第二先発だったりとかもいろいろあると思いますし、うん、その辺はまあ第二先発ってもみんなねよそのチームでは先発やってるピッチャーなので、まあ そこ辺がこうね機能してくれるかだと思いますし。誰に期待してる。ピッチャーですか、うん、これはさエコひいきとかじゃなくて、うん、まあ岸とかもうある程度そうです、ね、もう実績もあるじゃない、だから見なくても分かるじゃない。正直僕個人を大野期待してます。おお、はい、やっぱり球強いですし、うん、もうレギュラーシーズン見てても、うん、一回りはまっすぐ弾き飛ばせないんで、うんうん、で1年間通してでもそういう感じだったので、うん、やっぱこうね先発するのか第二先発なのかは分からないですけど、うんうん、やっぱりあくまでも一回りは大野は大丈夫だっていうふうには僕は思ってますんで、うん、ただ速いボールでも外国人って打ち返してくるからな。そうなんですよね。まずその中でも強いとは思うんですよね。で、あのちょっとしたツーシームも結構いいキレしてますんで、僕は大野ね一緒にやってましたんで、期待してますし。なるほど。野手は。野手はさ、イバちゃんみたいな勝負強いやつをちょっとあれしなきゃダメだな。あの思い出されるのが台湾戦。そう、ね。田中覚えてるか。鳥谷が一塁から盗塁して、はい、バッターイバタ、はい、センター側で打って、うん、同点にしたんだよな。そうですね。あのまま負けたら日本予選敗退だから。予選で敗退。WBC で。まあこれ WBC とは全然違うわけです、うんうん、はい、質が、はい。だけどそういう勝負強さというか。あの時はレギュラーじゃなかったんですよ。僕が。うん、で、まあ、控えとか代打とか、うん、守備固めで行くって言われてたんで、まあ、正直俺レギュラー取りに行くぞって思って。乗り込んでいったというかキャンプから行ったので、うん、いつかこうチャンスで打ったらとかで、ね、終わった頃には俺はスタメンでいるっていう気持ちでギラついてましたよ本当に。だけどさ頃のようにだけどさあの時究極じゃない。そうですね。もう何を考えてたのあの時の打席って。あれ2アウトランナー1塁で、うん、また鳥谷が1塁ランナーで、ね、初球だけ真ん中付近来たらちょっと行っちゃろホームラン行ったろうと思ってたんですよ、うん、そこだけは、ね、そこだけはこの1球にかける。あとダメならまあいつも通りのバッティングしようと思ってたんで、うん、したらちょっと早めにタイミング取って
でインコース甘めにセッティングをしたら投げでしょ、来たんですよ。145キロぐらいのちょうどいいのが、うん、来たと思ったら本当この辺ぐらいでなんかこうヒューって視界から人がスーッて走ってるのが見えたんで、もうあーっと思っちゃったんです。でそれはもう荒木との今までの呼吸があって、人がこう荒木はよく盗塁するので、はいはい、走ったら僕は止まる習性が勝手に身についてて、あーそうっつって止まってたら盗塁でセーフになったんですよ。あ、お得さかったけどなまあいいか、まあ、セーフですね、まあ、セーフですね、はい、でそこで我に返れたんですね。で、まあ、今までそれ打ったら、うん、走んないで打ったら多分甘い球をミスショットしてポップフライとか、うん、まあ、自分日頃はあんまやらないようなことをやって、力みもあるし、ね、そうですね。だからあれでふとこう冷静になれたんで、もう鳥谷が走ったおかげでちょっとこう自分取り戻して、だからもうあのなんていうの、仕事が明確になったということだよね、はい、ここでもうヒット、まあ、ヒットだけで、はい、でもあの時あんな究極にもう日本が敗退するかって、これお前敗退したら大変なことになってたんだから。そうですよね。で日本中あれで全部もう井端選手ってなりましたよね。よくゾーンに入るとか言うじゃないですか。ゾーンに入ってる記憶はないんですよ、うん、冷静にものすごい冷静なんですよ。でも球はすごい遅く感じるんですよ。あ、だからもう集中力マックスだから、はい、ボールが本当に素振りとかするときにボールがこうスーッと来たのをゆっくり引きつけてクーってスイングするじゃないですか。本当にそんな感じです。あ、来た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 、なんかスローモーションみたいな感じだった。そうですね。でも自分のスイングもスローモーションに感じるんですよ。いやー、でもそういうなんか国際試合では、はい、勝負どころでやっぱ打たないとやっぱチャンスを逃したらピンチがすぐ来るもんな、国際試合って。そうですね。やっぱりね、国際経験豊富な、もう何回出てるのが坂本とか、うん、やっぱこの辺はね、期待したいなとは思いますよね。うん、とか、もう初めてっていうかね、うん、近い吉田選手、うん、はい、もうそうです。吉田は今年の春先にやった大会で満塁ホームラン、はい、やっぱあの打球は素晴らしいですし、一振りでね、決められるあたりは素晴らしいかなと。まあ、秋山選手はね、この辺は、まあ、うん、普通にやってくれればっていうところあるし、あと、これですね。殿崎。ちょっと僕と同じ匂いがする。まあまあ、そうだな。まあ、どこでもできるっていうような、はい、なんか、くせ者っていう感じがするよね。そうですね。で、今回ずっと呼んでても、うん、あの、稲葉監督になってから、全部参加してるんですけど、うん、いつもいい活躍してるんで、まあ、便利な選手だよな、はい、やっぱこういう選手っていうのはなんか日本代表としてはこう一番こう使い勝手もいいし、うん、ね、時にはスタメン、うん、時には代打も、うん、いうのでは使い勝手が良くて、うん、活躍してくれるんじゃないかなと。反対に打てるのもいいですね。まあそうだね、はい、まあ、あのテストケースとはいえやっぱ勝ちたいよね。そうですね、やっぱりもう、ね、オリンピックの最後のやる前の大会なので、うん、もうここから招集することもないので、うん、やっぱりね、いい形でね、オリンピックっていう前で、いい形で終われてそのまま入れていったらいいかなと思います。優勝する、しますよ、はい、はい、じゃあ期待しております。